キャニーウー。ハロー皆さん、またキャニーです。まずはですね、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。2022年の魔法少女の変身シーンとマギアを見ましたか？見てない方はぜひ見ておいてください。今回はですね、2022年の魔法少女のドペルをみんなにも見せたいと思います。で、いろいろ頑張ってやっと彼女のドペルを解放しました。で、彼女のドペルもまあおそらく変身シーンとマギアと同じくお正月の雰囲気も出してると思います。はい、では早速本題に入りたいと思います。ではドペルまで3、2、1、ご覧ください。わかってる、手を貸すわ。よし、未来を当てるわ。いかがでしょうか。やっぱ正月の雰囲気もちゃんと出してますね。よかったら彼女のドペルの感想をコメントに書いてください。では彼女たちのバトルモーションのビデオにお会いしましょう。